用心しておくか。いつもより多めに。よう、榊由美子か。俺は風見雄二。今日からここで世話になることになった。だからあんたともクラスメイトってことになる。朝挨拶できなかったからな。夕方には来ていると聞いて。おい、ただ挨拶を。何かしてくるだろうとは思っていたが、ナイフで来たか。もう一度質問だ。あんたが榊由美子か。そうだけど。そうか、よろしく。榊以外は在宅か。各自部屋にこもって宿題でもやっているのだろうか。いや待て、今日は宿題が出ていない。ということは部屋で宿題